恐怖体験教え,てくださいえっとそうやな、えっと、神戸のスタジオで起きて芦ラマイク君から電話かかってきてで出て「で何してんの?」っつってあの「ちょっと用事あるし神戸の奥の方であのドライブがあったらちょっとついてきてくれよ」っつってその時ちょっとまあ免許持ってたかどうかちょっと怪しいんですけど。んでれで連てててっってもらって んで、ばーってゆっくりしたんですけど。まあ、普段、アシュラ君がゆっくりするコース連れて行ってもらってたんですけど。そんで、アシュラ君が、俺、ずんだ餅のアイスめっちゃ好きやねん、つって。ずんだ餅の、今これ、ハーゲンダッツと出てるし、つって、ずんだ餅のハーゲンダッツこれ食ってみ、つって食わしてもらって。で、アイス食いながら車乗ってたからか知らんけど、めっちゃ気分悪なってきて。ほんで、もアシュラ君の車の中でも、 ああもうこれ出るなっていうところぐらいまで行ったんですけどマシュラ君の車の中で絶対ゲロ吐かれへんしどうしようと思ってで結局もうね帰る時間来たけど「お疲れ様です」もうちゃんと言えずもうそそそっそ,そって「お疲れです」ってもてそこ帰って出たってそれ車酔いだったんですかねそれとも 持ちの影響だったんですかねうん、でもずんだ餅のせいにそんなって言われそうなんで、車酔いにし、しといていいですか <laughs> <laughs>